米面命令保護領、米面命令保護領、ボヘミア・モラビア保護領は、ナチスドイツがボヘミアとモラビアの主要部分に設置した、チェコ人の保護領。ドイツ国防軍による、チェコスロバキア占領の後、プラハ城におけるアドルフ・ヒトラーの布告により、1939年3月15日に、設置。ドイツとオーストリアに隣接した、チェコスロバキアの国境沿いの地方である、 スデーテンラントは、ドイツ系住民が多く、ドイツによる領土要求の結果、1938年9月30日に行われたミュンヘン会談に行ってドイツへの割譲が決まった。ミュンヘン会談では、ハンガリー王国やポーランドへの継争地域の割譲も求められたため、チェコスロバキア国内の民族運動は激化した。5ヶ月後、 チェコスロバキア東部のスロバキアとカルパティアルテニアが独立を宣言し、スロバキア共和国とカルパトウクライナ共和国が成立した。陰でスロバキアの独立運動を煽ったヒトラーは、チェコスロバキアの大統領エミール・ハーハをベルリンの総統官邸に呼び、チェコをドイツの保護下に置かねば軍事侵攻すると脅迫した。ハーハは発作を起こして訴討したが、 共振罪によって蘇生し、ドイツへの併合受諾部にサインせざるを得なかった。法律的には、ボヘミアとモラビアは、ドイツの保護下に入ると宣言され、総督コンスタンティン・ホン・ノイラートの保護下に置かれた。エミール・ハーハは、大統領の役職名で国家の法律上のトップとして残ったが、次第に実権を奪われ、ついには飾り物に過ぎなくなった。ドイツに従う。 少数の役人が個々の省庁に雇用されると同時に、ドイツの役人が各省庁のトップに座って行政を行った。ゲシタポは警察権力を掌握した。ユダヤ人は市民サービスから外され、法律の適用外とされた。政党活動は禁止され、多数の共産党幹部がソビート連邦に逃亡した。保護料の住民は労働者として動員され、 ドイツの戦争準備を助けるための特別な省庁が組織された。一般消費財の生産は制限され、戦争準備に大きく関係する工業の運営が強化された。チェ個人労働者は炭鉱、鉱山、製鉄所、軍需工場に動員された。一部の若者はドイツに送られ、ドイツの軍備生産の補充に大きく向けられた。また保護料においては配給制度が行われ、 人々の生活は圧迫された。占領後の最初の数ヶ月、ドイツの統治は穏やかであった。チェコの政府と政治システムは母により再組織化され、通常の生活を続けることができた。ゲシタッポの活動は、主にチェコの政治家と知識階級に向いていた。しかし1939年10月28日、ハンナチスのチェコ人は、 チェコスロバキアの独立記念の祭典を行い、占領に対しての自意行動とした。当局の弾圧により負傷者が出たが、負傷者の一人医学生、ヤン・オプレタルが11月11日に死亡した。その死は、学生の間に衝撃を呼び、11月15日に、プラハで行われた彼の葬儀は学生による大規模な抗議デモになり、ドイツ当局との衝突に発展した。 およそ1800人の生徒と教師、一部の政治家も逮捕された。11月17日、保護料のすべての大学と短期大学は閉鎖され、9人の学生のリーダーが処刑され、数百人がドイツの強制収容所に移送された。1941年の秋、ドイツは保護料に急進的な政策を採用した。SS の最高幹部で国家保安本部長官、 ラインハルト・ハイドリヒが保護領副総督に任命され保護領の実権を掌握した。彼の権力の下でチェコの政府は再編成され首相アロイス・エリアー氏さえも逮捕された。エリアー氏はハイドリヒ暗殺後にヒトラーの命令によって処刑された。またチェコの文化施設は閉鎖された。さらにゲシュタポは恣意的な逮捕と処刑を行った。 ユダヤ人の強制収容所への追放は組織化され、テレジーンの森に囲まれたテレージエンシュタットは、ユダヤ人の家族にとって、絶滅収容所への中間駅となった。その一方で労働者階級の懐従策をとり、食料配給と年金支給額を増加させ、チェコで初めての雇用保険を喪失させた。こうした中で1942年6月4日に、ハイドリヒ暗殺計画、 エンスラポイド作戦が実行され、ハイドリヒは、負傷によって死亡した。ハイドリヒの後継者、クルトダ・リューゲ神栄隊上級大将は、高毒レジスタスの大量逮捕と処刑と、暗殺者をかくまったリディツェト・レジャー機の村民虐殺を、明治、地図上から抹消した。1943年8月、ドイツによるチェコへの統制はさらに強化された。 ナチス党の子産幹部であるビルヘルム・フリック、ドイツ前内務大臣が総督となり、また、ヒトラー内閣に、米面命令保護領担当国務省が設置され、カール・ヘルマン・フランクが就任した。約3万人のチェコ人の労働者が不足する、労働力の補充のため、ドイツに送られた。保護領における戦争に関係ない産業は禁止された。何千人かのチェコ人が、 抵抗活動に参加したが、ほとんどのチェコ人は戦争終了前の最後の数ヶ月までおとなしく従っていた。保護領のチェコ人にとって、ドイツの占領は、ひどい圧政の期間であり、独立と民主主義の記憶において、非常な苦痛を伴った期間だった。政治的迫害によって、あるいは強制収容所内で死亡したチェコ人は、 合計で3万6千人から5万5千人に上った。ボヘミアとモラビアのユダヤ人はドイツ語を喋っており、1930年の国勢調査の時点で11万8千人いたが、1945年にはほとんどいなくなった。1939年以降、大量のユダヤ人が移送され、7万人以上が殺害されたが、テレジーンに約8千人が生き残った。 何千人ものユダヤ人が国外に逃れるか隠れることによりどうにか自由を手に入れた。1945年の戦争末期まで保護領内の大部分は直接戦場となることはなかったが、ドイツ軍の占領下に置かれ続けた。ソ連軍が間近に迫る中でのチェコ人パルチザンの放棄、ソ連とのプラハの戦い、5月8日のドイツ降伏により、米面命令保護領は消滅した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。